皆さんおはようございます、永井です。主の川2日目ということで、昨日は主の縁が全然ダメでしたんで、まあ当たりはしましたけど、なのでちょっと上流側にやってまいりました。うーやそうそうそう、滑る滑る。今日はね、前にここやった時よりは雨じゃないし、多少は水位下がってるし、平蔵さんもいますね。あ、おはようございます。おはようございます。電池ないけど。電池ないですよ。昨日見た時 100% って書いてあったのに今日 9% になって、あら、今日はちょっと午前中は勝負でやらせていただきたいと。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ頑張ってかけてみてください。あ、かけないことにはちょっと帰れませんので、これです、これ。はい、というわけでバッテリー交換してからスタートします。というわけで今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、前回のリベンジということで、このテトラ周りを攻める。手前なんか前より水落ちてるはずなのになんか多く感じるんです。色があれですね、渡ってくるのもなかなか危なかったですよ。いやー、いい天気。いやー、やっぱ雨よりは正直晴れの方がいいね。もういるかな。あ、ほんのり沈んでる石が見える。今日も、昨日もここで釣れなかったから今日は何でもいいです。まあこんだけ濁ってるってことは魚からもあんまりこっちは見えないでしょ。知らんけど、まずまずのスピードで流れてる。あ、違うか。あ、じゃ、来たよ。おお、一発目来たやん。サイズ、あ、そう、小さい小さい。あー、でもとりあえずよかった。なんか気負った。よかった、朝一来て寄ってきたよ。おー、ほらほら、ちっちゃい。よかったぜ、君で十分だ。そしてよ、綺麗な行くの、また行くの。よし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 、あれちょっと、奥さん、出ました奥さん。超綺麗なんですけど。出た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 。これな、虹ですか本当に。なんかすごい色の綺麗な方です。ヤマメかと思ったぐらいの。どうですかこれ。何がヤマメじゃんすか。ヤマメじゃねえ。ヤマメや。ヤマメじゃないですか。あ、ヤマメだった。ヤマメじゃないですか。ハーマーク薄すぎてわからんかったけどヤマメでした。これはいいよ。おお。出ました出ました。ちょっと待って待って、ヤマメですよ。なんだ、ヤマメこんな引くんだ。来ますよ。おお、これですよ。うわ、綺麗。あーざます。うわ、ようやく山目出ましたね。よかった。あ、綺麗だ。吾妻史上2匹目の山目です。餌何使ったの。ブドウムシでございます。あ、やっぱり食うんだね。やっぱり食いましたね。やった、松乳君が山目でよかったね。やったこれ、このタモをいただいた甲斐がありました。本当に速攻入魂できました。これ速攻ヤマメで入魂、すごいヤマメ入魂。ドドーンって今字幕出てますよ。なるほど。あー、ちょっとこれね、写真タイム入りますからちょっと切りますよ、はい、いやー、よかった。撮影してたら逃げられたけど、まあまあいっぱい撮れたんでよかったです。ありがとうございます。うわ、超綺麗だった。最初に最後、最初で最後にならんように。ちょっとね、ちび虹だと思ってたから、釣れた後も固定概念でちび虹だとずっと思ってた。とんがったニジマスだなと思って。しかもね、長いにしては珍しい、撮ってる時重宝でしたからね。なかなか見れないですよ。それあとはね、ハコちゃんが釣れてくれると嬉しい。大きいやつね。まさか一発目でヤマメ来るとは思わなかったもん。
それ分かった、分かったぞ。また水減ってます？それはチャンス。そこら辺じゃないか、いるとしたらそこら辺にいるんじゃないか。そこら辺、変わる。お、あ、来た。あ、強いんじゃない？結構ね。ちょっと昨日から今日にかけて1、1いたじゃん、ほら。やったぜ。 6P、 映える 6P。 あ、そんな大きくないんだ。うおー、完璧。ヤマメじゃない？ねえ、ヤマメじゃねえこれ。ヤマメじゃねえっすか。でってれちょっと待って、針外れたぜ。あー、くわえただけだ。ちょっとちょっと、シャッカミヤマメくんですよ。ちょっとって感じっすよ。ちょっと待って、うわ、なにこれ、でけえちょっと待って、こんな中洲にいるとなかなかね、撮影しながらって大変なんですよ。ヤマメがいたよ。皆さんちょっと待ってね、ちょっと待って。長い指示がやばくなってます。やばい、これは今日は天は私に味方をしてくれている。いやー、昨日淵でひたすら頑張った甲斐があった。それが報われたというね。よかったですよ。大変なことになってます。大変なことになってます。姉さん事件です。さあ皆さん、お待たせいたしました見てくださいよ、今これほらこれが吾妻のヤマメじゃでけー。じゃん、出た採寸タイム。てってけてってて、32センチ。32出ましたありがとう。シャッカミヤマメ、シャッカミ出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。いつもより多めに回っておりますあー、これいい、ね、これだよ。うわ、あ、よし帰りますかでもそれは、虫より嬉しい。これですね、虫ヤマメ的な感じで、うん、これ素晴らしい、ありがとう。はい、ちょっと撮影タイム入ります。いやー、さっきのヤマメ写真撮影してたらバレちゃったからリリースシーンは撮れなかったけど、さあここまで絶好調ですけど、その後が多分続かない長いです。まあもう一回試しに、もう一回同じとこやってみて、ダメなら違うとこ狙います。俺さっきの撮ってたよな、絶対撮ってるよな。撮ってる時重宝なんて普通ないかんね。その辺来そうなんだよね。いなけりゃもうしょうがね。来ないか、来そうだけど、あんまり下でかかるのも嫌だからです。いやー、よーしゃ、せいや。今ね、重り 5B1 つですね。あー、あそこだ、あったぞ。俺ねちょっと早いよね。あー、結構さーっと行っちゃうね。もうここしかないでしょう。あそこらへん、そこ来ない。あ、なんだ今、あ、来たじゃないの。あ、すぐ寄ってきた。ちっちゃいよ。あ、これもじゃない、これもヤマメだ。ちょっとまた来た、何今日ヤマメでだやばいですね、ありがとうございます。ヤマメいただきました。ちょっと待って、あ
と待ってよ、まさかの、まさかの山並みが、そんなに出る、出ますね。へえ、うわ超綺麗、見て少ないこのピアマーク、ピアマークやばこれ。こんな山目釣れる日あるんだ俺が。ちょっとこれ赤妻の運今日使い果たしてる可能性が高いですね。これ山目の方が嬉しいよね。まあ嬉しいですよこれは、本当に綺麗だし。背景ボケてる、三つヤマメ、はい、ありがとう、はい、オッケー、来た、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。いやー3本連続ヤマメでしたですね、3本連続なんて珍しい、いや意味が分かんないですね逆になんか長井博明のヤマメを釣ろうっていう、はいいう感じになってます。まあ、主の川ですけどもね初めてですわ、赤島こんな山が釣れたの、うん、ですね。じゃ引き続きやってみたいと思います。はい、はい、さてここまでなぜかヤマメばっかり釣れますけど、どういうこと、どういうつもりなの。さっきのシャッカミヤマメも相当引きましたけど、引いたね。ちょっと箱室となるとまた別格ですからね。ここは見たことある方もいると思うんですけど、過去にすげえのがかかって天井糸からぶち切られたポイントです。パチーンっつったの。去年の夏このプライム本流のデビュー戦でかけたのもここですからね。あの時は途中で天井糸伸びてきちゃってね、取り込むのえらい苦労したけど、いやあとはな、箱七さえ釣れればな、思い残すことはないんだけどな。どうせ東京帰ったって釣れねえしさ。釣れそう感だけはものすごいんだけど、あれな、大丈夫大丈夫、引っかかる。うん、水が引いたとは言ってもまだやっぱ多いんで、ここってなるとやっぱ奥しかないな、流心の奥。すごい少なかった時はこの手前でとてつもねえのがかかって、その辺の岩のところまで下ってプッツンされたんだけど、つだな。おれ今日はいるかな。当たった来た、なんだちっちゃいのがいきなり来た、飛んだ。おい、あどこ行った、どこ、あいたい、あバレた、どっか行った。まあ多分動画には映ってるはずです、魚は。何か釣れました。なんか光具合からしてなんかヤマメのような雰囲気もありましたけど、正直何か分かりませんでした。今一気に抜いたかんね、そこまで荒らしてないと思うんだけど、ちび虹だったのかな、何だったんだろう。おっ今のはカコーンっつった。 あんなとこにいるんだ。来た、なんか来たぞ、チビ虹かな、今度こそ虹かな。意外と浮いてこないんだけど、流心がバー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 、なんだちょっと流心入っちゃうからさ。おしよしよしよし、そうちょっと手前来てくれ、そんな慌てなくてもね、 6P だからこれ。ああ跳ねた跳ねた、おしよしよしよし、来た、今度こそニジマス、それよっしゃー、出ました、ありがとうございます。出ましたよ、こっちも取れてたんですよ、奇跡的に。よかった
まあまあ、でもまあこれ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 暴れるよね、このサイズだけどね、すごい引いた。あの 6P の曲がり見ました？このサイズよ。ほら、こんないい虹、あらしゃしゃしゃ、ありがとうございます。これだこれだそうなのよそうなの、結構ね、はい、ありがとう、うめえ。撮ってなかったら来たよ、来たいな。おお、ほい一瞬でサモイン危ねえ、撮ってなかったよ。小さいニジちゃんです。針がついてる、これこれ、こんなちっちゃいのすんごいとこにいたけど、ダメ、うわー、行っちゃったグッバイ、ありがとうございます。いやー、あの辺、流針のちょい奥、びっくりしたわ、当たったから。あ、また取ってなかったら一発で来た。今回サイズないな。今流針一気に入られ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 、流針だからよ。あ、来たか。どうしてる？今頃どうしてる？あなた。意外と浮かねえこのサイズで。強い。やっぱ絶対いると思った、あそこ。そりゃあ、ありがとうございます。黒川だったね。黒川釣りました。黒川なんだ。釣れた。よかった。さっきよりサイズアップ。一気にでかくなった。うわ。はい、また。あ、これ綺麗なヒレピンにします。ありがとう。オッケー。綺麗っすね、これ。うわー、しゃー、これだ。しゃー、やったぜ。じゃあ、ありがとう。よし、はい、いったー。はい、ありがとうございます。うん、まあ、想定内。サイズが出ないですな今日は。あんなサイズばっかりかかるのもなかなか珍しいんだけど、いつもアベレージ40オーバーだったからね。ここで来てもおかしくないんだけどな。おい、俺の黒川が食えねえっつうのか。なるほど、せい。ここ黒川流すの初めてだからちょっと新鮮でいいと思うんだけどな。うーん、あまっただな。なんかちっちゃいっちいの。あー、行くなんか引きがやばいな。だって尺ないのにこれよ、 6P が。ほれ。今日は入れ食いでございます。ありがとうございます。まあまあまあ。まあ、本気出せばこれぐらいは軽く釣れるってことですね。なるほど。普段やる気ないんで。もういかに帰ることしか考えてないんで。はい。これであの 6P の曲がり見ました？今ね、取れましたけどね。やばいですね。恐ろしいや。うわ、綺麗ですね。いつも以上に持ってます。これは何本の動画になるかよく分かりませんけど、15本ぐらい出しますねやばい、ちょっと2日間ライブ配信やって、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうね。バイ。よし、よかった。入ってます。はい、というわけで皆さん、ちょっとね、大物こそ箱質のねでは出なかったけど、尺神ヤマメが出たので超嬉しいんですけど、で結構まあ数は釣れたんでもういいと思います。これ以上撮るとね編集が面倒せんで、もう帰りますけどね。
いいよ。なんか引っかかってない？大丈夫。おおしょ。はい。というわけで、本日の群馬県吾妻川町港、またね、今またまただよ。あの水が引いてきたんで、さらに。でももういいです。今日はありがとうございました。あ、どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。編集が面倒せんでやめます。わかりました。ありがとうございました。相当のデータ量だからね。やばいですよこれ。やばいね、はい。編集これはちょっと大変かもしれない。カットしまくりですよ。カットが命だねこれ。ええ。32センチ。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、ちょっとだいぶ早い時間ですけど帰らせていただきます。いやもう清々しい気分で帰れるわ今日は。うん、ですね。ええ、飯食って帰ろう。はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。またお願いします。はい、またよろしくお願いします。お願いします。